この4月から医療機関に支払う診療報酬が改定されました。週刊健康マガジン、今夜のテーマは令和4年度診療報酬改定の概要。長崎県医師会の長谷川先生にお話を伺います。皆さんが医療機関で支払う費用は診療報酬と呼ばれ、厚生労働大臣が定めた点数をもとに一つ一つの医療行為ごとに算出されます。診療報酬は皆様により良い医療を提供するため2年に1度改定が行われます。診療報酬のうち一部は自己負担で、原則3割の金額を患者が医療機関に支払い、残りの金額は保険料や税金で賄われています。支払われた診療報酬はスタッフに支払う人件費、医薬品や医療機器の購入費、施設の維持管理費など医療機関の運営に必要な経費として使われています。安心安全な医療を提供し続けるためには、適正な診療報酬による健全な医療機関経営が欠かせません。診療報酬の改定には医療の進歩や社会的情勢が反映されます。改定のための議論は公平性を保つため有識者による検討会を実施するなど、さまざまな意見が取り入れられています。今回の診療報酬改定では、新型コロナウイルス感染症を含む新興感染症などにも対応できる医療提供体制の構築など、医療を取り巻く課題への対応が盛り込まれました。具体的には院内の感染対策や感染症発生に備えた訓練といった、地域の医療機関の連携を進める取り組みなどに報酬が加算されるようになりました。これには新型コロナウイルス感染症の診療に参加する医療機関を今以上に増やしていくという狙いがあります。安心かつ安全な医療を提供するために診療報酬改定が必要です。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。週刊健康マガジン、次回は診療報酬改定、コロナ及び新興感染症対策についてお送りします。